サンダーでございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日もね、本当にね、一日素敵な一日だったら最高だなということでね、一緒に共有していただけたら嬉しいなと思っております。でね、今日ちょっとね、どうしてもちょっと伝えたいことの中で、朗読っていうことでね、いろんなメッセージをたくさん、いろんなところからいただくんですけども、あ、これ素敵だなっていうものにちょっと出会ったので、ちょっと読ませていただきますのでね、そのね、全部読ませていただいたりとか、あと途中で気づいたことがありましたね、何かこうお役に立てる情報がありますので、きっとね、それをね、ちょっとこう受け止めていただけたりとか、聞いていただいた中で何かね、プラスになっていただければなと思っております。ですから今日のね、テーマはですね、人は変われますよってことをちょっとね、読まさせていただきたいと思いますね。まあなんか1月らしくていいんですよね。じゃあ、まあ最初ですけども、最初のテーマはですね、感謝になります。感謝ね、感謝をするようになると毎日が楽しくなります。自分だけではなく周りの人も幸せにする力を持っています。感謝のあるところに人の信頼関係が生まれますっていうのが、まず一つ目のこの感謝なんですよね。まずこの感謝をすることで毎日が楽しくなりますっていうことを、まあ神様事だっていろんなこととかね、ありますけども、まずその自分自身っていうのは、やっぱその周りの人があっての自分だっていうことですよね。そういったことをちゃんとこうね、文面にして送ってくださったので、自分自身の人間関係とか信頼関係っていうのは周りがあってこそ、なんでかというと自分一人で生きてるななんて考えてたら人間関係いらなくないですか。いらないですよね。でもその時に感じることは当然何かって言った時に、ありがとうとかね、そういったその感謝をすることって伝えられる人がいないってことは何かって言ったら孤独ってやつですよ。で、孤独になるとどんな風になっていくかっていうと、ひねくれていってしまう、人間は。だ、そういった部分でその感謝っていうことができる相手がいるっていうことが、まず尊いことだということですよね。それをちょっとお伝えしたかったんですよね。そしてね、その次なんですけど、次はね、感動になります。感動すると人は動きます。それは感動が理性ではなく魂に響くからです。感動の多い人は人に好かれます。感動は感じたままに動く人によく起こりますっていうことなんですよね。二つ目はこの感動だったんですよね。感動することによって人が動きますっていうんですよ。私の仲間でですね、こういうことを言ってくれてるね、仲間がいるんですよね。何かっていうと、人っていうのはまず感じる、何かに感じる、人の話だったりものを見たり何かで感じる、その感じることによって動くから感動なんだっていうことをね、よーくこう話をしてくださる仲間がいるんですよね。もうすごく尊敬する女性の女社長なんですけども、女性社長なんですけどね。で、その方がまあ言ってくれている中で、そのね、感動するってことが、その何よりもの気づきだっていうことなんですよね。だから自分自身がやっぱりその何かね、自分自身も振り返って、周りの方、そしてあなた様もかもしれませんけども、やっぱり何かをこう感じる、心が震えるってやつですよ。その中でよく言うのが、その魂が震えることによって自分自身が、よしと言って動くっていうことなんですよね。ですから、そのね、魂が響くからだっていうことを言いましたけども、じゃあ何かって言った時に、感動は心ですよね。で、魂じゃないですか。それっていうのは自分の思考だとか、そういったことを超越するってことですよ。ですから自分自身の感動が多い人っていうことなんですよね。それ感動の人は人に好かれますよってことですけども、やっぱりね、その自分自身に感受性、感度が高い時っていうのは、やっぱり共感しやすいんですよね。だから共感しやすいってことは何かというと、相手にも通ずるってことなんですよ。相手も伝えやすくなっていく。ですから、その感動を感じやすい自分自身はいいんじゃないかなっていうこと。そして自分自身が感じることの中の感動っていうのは、やっぱりその周りにね、こう連鎖していく。これ、なんか良くないですか？自分自身が特に映画見たりとかっていうのが、分かりやすく言えば、ものすごく感動したこの映画を見てっていうと、普段周りにあんまりこうね、こういったものをこう進めたりとか話をしない人が、感動した瞬間にうわっ
結構周りにこう共感してほしいと思って動くわけですよね。だそういったこととかもよくね、あの周りを見てても思いますよね。ですから2つ目はその感動でした。では次ですね、次はですね、涙になります。涙はどんな苦しみや悲しみも浄化してくれます。涙を流すと心が晴れてきます。感情は形にすると解消されます。涙は最も純粋で高貴なストレス解消法ですっていうことなんですよね。この涙ね、読まさせていただきましたけども、あなた様は涙をいつ流されましたか？私は最近感動して泣いたのは書籍だったりとか、あとはあの韓国ドラマ大好物なんですけども、あのね、なんでそのね生きてるかとか、自分自身が本当にその自分自身をこう乗り越える時、やっぱりその逆境を乗り越えた時、そして自分自身に勇気を与える言葉をドラマの中でね、話していることとかを聞くと、ああって自分にこうね照らし合わせて、こうなんかすごく勇気をもらったりした時に、なんかやっぱり涙を流すことによって、なんかこうあの時に自分も同じようなことを乗り越えたなとかね、そういうことを感じたりとか、本読んでてもやっぱ思ったりするので、そういった時になんかこう自分自身で気づいたら、なんかこう涙が流れてるっていうこととかがあるんですね。まあ感動もさっき言いましたけど、ちょっと似てますよね。で、感動しながらこう涙を流すってことがよくあると思うんですよね。で、そうすることによってなんかこう体がすっきりするってことですよね。気持ちもすっきりする。で、それがまあやっぱりね、こう最もそのストレス解消法だっていうことって結構ね、科学的にも言われてますし、そしてこういうね、詩に表せたとしてもなんかすごくわかりますよね。ですから本当にこうシンプルに自分自身が感動できたりとか、それ自分自身がその感情に対して素直な時にその涙って流れるんじゃないかなと思うんでね。ですから自分自身のその素直な部分で何かまた感じてね、涙っていうものが流れた時に自分自身がなんかこうね、癒されるっていうね、すっきりするっていう部分でもいいんじゃないかなということを感じましたね。で、何よりもそのね、心が晴れるって最高じゃないですか。そういう部分でその心が晴れることの一つがその涙っていうことですよね。なんか素敵だなと思います。じゃあね、次、最後ですね。次はですね、喜びになります。喜びこそがエネルギーです。本当の喜びとは一人で味わうものではありません。皆と共感するとき、大きな喜びが生じます。そのためには人を喜ばせてください。人を喜びを知った人は幸せな人ですっていうことなんですよね。まあ喜びこそって、まあね、やっぱお互いにこう笑顔でいるとやっぱりね、ハッピーになりますよね。そういったようなこう努力っていうのかな、気配りっていうのかな、まあ最近の中で言うとその粋だったりとかっていうね、その自分の周りの人をこう笑顔にさせることができる人ってやっぱりエネルギー高いと思うんですよね。そして自分自身で味わうものではないってことですよね。やっぱり誰かと一緒にいることによって結構笑うことが多いじゃないですか。ね、一人でもニコッとしてる人たまにいますけども、まあだいぶ幸せだなと思って羨ましいですけどね。でもどうせだったら嬉しいなと思うことの喜びっていうのを一緒に共感できる仲間とか友達が多い方が、なんかこう、なんかハッピーな感じが倍増していくような感じがしませんか？ね。そして自分自身がね、その共感を得られるってことは何かって言ったときに、あの相手も心を許してくれるってことですよね。一緒に笑顔でいられるかな。そして自分自身がね、その誰かを喜ばせたいなと思った時に、やっぱりその相手が気分を良くさせますよね。だって自分といて気分良くなって笑顔でいることって幸せじゃないですか。そういった部分でこの喜びっていう部分がなんかすごくしっくりきたんですよね。だから今日こうお話でね、いつもいろんな話をするんですけども、人は変われるんだっていうことで、変われるんだっていうことをこのね、いろんなちょっとメッセージいただいた中でちょっとグッとまとめたものをね、
今日ちょっと朗読プラスっていうことでねやらせていただきましたけども、何か自分の中でねまたその変わること、そして自分のなんかこう気づき、そして自分の中でも何かのこう理解、そして自分の中でねまた何か素敵なエネルギーにね、変えていただける内容になってくれたら嬉しいなと思ってね今日やらさせていただきました。これを見終わった、そして今見てる途中でもいいですよ、グッドボタン押してやってください。そしてねチャンネルボタンもぜひともねやっていただければ嬉しいですね。また次回もお会いしましょう。本日もありがとうございました。